ティアゴ・カミロは、ブラジルのサンパウロ出身の柔道家。2007年の世界チャンピオン。シドニーオリンピックで銀メダル、北京オリンピックで銅メダルを獲得している。階級は 90kg 級。身長 180cm。柔道は5歳の時に始めた。 1998年の世界ジュニア 66kg 級では史上最年少の16歳4ヶ月で優勝を果たした。その後、2000年のフランス国際柔道大会で銀メダルを獲得し19歳ブラジル代表に選出された。シドニーオリンピック 73kg 級では18歳にして銀メダルに輝き、 その後、長いブランクを経て2007年には 81kg 級、世界チャンピオンとなり、翌年の北京オリンピックでは、銅メダルを獲得している。2009年度から階級を 90kg 級に引き上げるも、2012年ドンドンオリンピックでは5位に終わった。2015年には、パンアメリカン競技大会で3連覇を達成している。 しかし、母国で開催された2016年のリオデジャネイロオリンピックでは3回戦でアゼルバイジャンの選手に敗れメダルゼロに終わった。66kg 級での戦績 73kg 級での戦績 81kg 級での戦績 91kg 級での戦績。ありがとうございます。